今度の戦すみたら、天使様が世界中知らしめして、外国には王はなくなるのさぞ。一旦戦い収まりても、後のごたごたなかなかに静まらんぞ。神の臣民ふんどししめて、神の申すことよく肝に入れておいてくれよ。ごたごた起こりたときどうしたらよいかということも、この神示せ、よく読んでおけばわかるようにしてあるのさぞ。神は天からと中からと力と力合わせて、神の臣民に手柄立てさすようにしてあるのさが、今では手柄立てさす、神の御用に使う臣民一分もないのさぞ。神の国が勝つばかりではないのさぞ。世界中の人も草も動物も助けて、皆喜ぶようにせなならんのざから、臣民では見当取れん永遠に続く神よにいたすのざから、素直に神の申すこと聞くがどうざぞ。人間の知恵でやれるなら、やってみよれ。あちらへ外れ、こちらへ外れて、ふらりくらりと投げつかみぞ、思うようにはなるまいがな。神の国が元の国さから、神の国から改めるのさから、一番つらいことになるのさぞ。覚悟はよいか、腹さえ切れぬようなふなふな腰で大番頭とは何ということぞ。天使様は申すも賢し人民様、犬猫にも住むまいぞ。人の力ばかりで戦しているのではないことくらいわかっておろうがな、目に見せてあろうがな、これでもわからんか。8月7日、1、2神。